見える開花村々、こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日はですね、前回の動画に引き続いて、大切にするっていうところですね。で、自分自身の体とか、自分自身の周りの人間関係とかを、大切にするんだよっていうところはですね、自分を大切にするっていう言葉は多くの人が分かってるんですね。自分を大切にするとか、周りを大切にすると。ただ、その周波数が何かっていうのがなかなか分かってなくてですね、で、私自身も、この自分を大切にするっていうワードは、あったんですけど、それよりも自分を叩くとか、鍛え上げるっていう方がめちゃめちゃ強くてですね、空手部ゆえにですね、この自分を追い込むとかですね、で、修行じゃないけども、自分を鍛錬するっていう方向にですね、もちろん練っていく、鍛えていく、練っていくことは重要なんですけど、自分を大切にしながら鍛錬していくこともできるので、このじゃあ大切にするってどんな感覚か、周波数かというところ、あと、家族とか身近な人を大切にするというのはどういうふうにすればいいかということなんですけど、まず皆さんの中で、あなたの中で子供の時とか中学校の時とか大切にしていたものって何でしょうかと。私自身の場合は、この小学校の頃、金消しとかですね、プラモデル自分で作った作品とかを大切にすると。あと、犬とかですね。あと、私、猫がめちゃめちゃ好きだったので、持った瞬間に、おにょーとかって曲がってくれて抱いた時の、ぐにゃっていう、腕にまとわりつくような感じですね。そういう感覚、すごく好きで、大切にするっていう感じなんですけど、その、金消し、筋肉マン消しゴムとか、自分の漫画とかね、大切にするっていうものを、このペット、猫とか犬とか、あと大切にしているものに対して、どんな響きを自分がその対象物、ペットとか、このものに対して、どんな響きを自分が出しているか。ペットに対して可愛いとかですね、出してるかなというところなんですけど、その大切にしてるっていう周波数を思い出してもらってもいいですかね。自分が大切にしてると。で、そのペット可愛いなとか、猫可愛いなとか、犬がね可愛いなとか、お花を育ててお花が綺麗だなっていう、この大切にするっていう周波数を自分自身に響かせるんですね。猫可愛いな、ぎゅーってやってるっていう周波数を自分に響かせると。で、なかなかそれが難しいので、それができたら人間関係すると動いてくるんですね。自分を可愛いなとか大事にするとか、ぎゅーってするっていう周波数を自分に向けるんですよ。それが自分を大切にするっていうことなんですね。で、同じように、この家族を大切にするっていうのは、結構男女間でものすごくずれてしまうんですけども、この男の人にとって奥さんを大切にする、奥さんにとって旦那さんを大切にするっていうのが、このペットを大切にする、お花をめでる時の感覚とか、自分の大事にしているパソコンとかね、この道具を大事にする、自分の車を丁寧に洗うとか、大事にするっていう周波数を自分の奥さんに響かせる、自分の旦那さんに響かせると。で、結構私が意識しているのは、妻が私のね、この服装とか、この色合いとか、これ大ちゃんこれちょっと変だよとか、仕事のことに対して、もう妻が言う時があるんですね。で、その時に、以前の私はイラッとなってですね、俺のだから別にいいじゃんみたいな感じになりながらも、大切にしなきゃと思って、頭では大事にしなきゃと。で、感情の部分では、俺のだからいいじゃんみたいな、そういう批判というかが出ちゃうんですね。そうすると大切にする周波数出てないんですよ。で、どういうふうに意識変えたかっていうと、妻は私のことを好きで言ってきてくれると。で、好きだから言ってきてくれて、言わなくなったらもう終わりじゃんみたいな感じで、こんだけ言ってくるイコール、俺のことを大事にしてくれてるからなんだなっていう思いで、ありがとうねっていうふうにやると関係がすごく良くなってくる。妻は本当に私のことを思って言ってくれるので、そのところをありがとうねって思いで聞いて、で、対応するっていうのが大切にするっていうような感じですね。で、あとですね。なんか、周りの、うちの妻が周りのこととか周りの出来事に対して、いろいろ言ってきて、来たときに、私が俺はこっちで忙しいのに、って思いながら話半分で聞いてると、そうするとそれも大切にしていないんですね。で、そんだけあと、どうしたらいいとか、これやってもらいたいんだけどって頼ってくるみたいな時に、そんな自分でやればいいじゃんって一瞬思ってた時期があったんですけども、イコールそれをまた逆に返すと、大切にするっていう関係性を作るには、この妻がそんだけ私のことを頼ってくれるイコール、妻にとって俺が重要な存在なんだと。っていうふうに捉えて、で、妻はそんだけ俺のことを重きを置いてくれて重要な存在で、で、まあパートナーとしてね、重要な存在だからこそ、じゃあ何ができるかなっていうふうに、考えながらこう対応するっていうのが、この大切にするっていう周波数だなと、すごく感じるんですね。まあ当然ですけど、キャリーバッグを持ってて階段でこう運べないみたいな時に私が両方持つとかっていうのをこう頼って、大切な存在だからこそ、私がこう、いてくれると。いて、妻にとっていて。で、逆に、今度私がこう、大変なメンタルでこう、落ちた時に、妻は逆にこう、大切にするっていう周波数で私にこう、寄り添ってくれたりなりますので、それが本当にこうね、いい人間関係かなと感じております。なので、大切にするって何かって言ったら、物を大切にしている周波数を自分に響かせる。で、その大切にするっていうものとかね、ペットとかを大切にしている周波数を、今度は身近な家族にも響かせるというふうにやっていってですね、そうすると夫婦関係、家族関係がこう大切にするっていう周波数で響き合うことが、そのまんま、その家の周波数も大切にする周波数、職場の中の周波数もですね、この大切にするっていう周波数で響いていき、素敵なね、この地球になっていくと思いますので、私たちがこの周波数を通して大切にするって響きを響かせていっていただければ、本当にね、新時代の新しい地球がですね、生まれてくると思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。